バズタイムズディレクターの鈴木リリカです。今日は新潟駅で190センチのジョイさんよりも身長の高い人を探します、見つかるまで帰れません。見つかったら1分ぐらいで帰っちゃうかもしれないです。あの人、いや違う、高いかな。どう、すいません、今身長が190センチの人を探してるんですけど、何センチですか？私は190未満です。186です。186、これはアウトです。日本の方ですか？ああ、いや、中国です。留学生です。ああ、そうなんですね。高いなと思います。なるほど。全然190ありそう。多分ありませんですけど、そうですね。180。あら、なるほど。ありがとうございます。結構惜しかった。一発目だけど。意外と いそうじゃないですか、これなら。いる。すいません、すいません、赤ちゃん、こんにちは。今身長が190センチぐらいの人を探してるんですけど、何センチですか？185です。185、185でした。あら、185でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも、この緑のでかいね。あ、じゃあ、すいません、緑の方、すいません、身長が今190センチの人探してて、何センチですか？183です。183、はい、おー、惜しいでした。ありがとうございます。違いました。なんかここで待てばなんかいけそうな気がする。出てくる人全然違うでしょ。違うか？全然違うよ。全然違う。170でしょ。何センチですか？153センチ。同じなんですね。はい、190じゃないですよね。はい、そうですよね。ありがとうございます。違いましたね。可愛かったから声をかけてみたけど。すいません、今身長が190センチの人探してて、身長何センチですか？全然169です。あ、違う。だって170の人に声かけるんだもん。190を探してるから。いや、なんか顔が身長高そうだなみたいな。顔を見ずにその身長見てください。そうですよね。なんかすごい学生の集団、高い人いるかな。違かった。なんか部活帰りっぽい人がいる。いや違う、青のジャージの人たち。だから160だよ、あれ絶対。遠いから分かんないって。いやいや、遠くでも分かる。160代でしょ、彼らは。そう、まあ、私子供っぽかった。確かに子供だ、確かに。人ってこっから見てわかるじゃないですか。すいません、今身長が190センチの人探してて、何センチですか？180か。ありがとうございます。高い。あ、すいません、身長が190センチの人探してて。185です。あー、185か。ちなみに部活とか何やってましたか？陸上の長距離やってました。おお、確かに足が長いですよね。確かに。ありがとうございます。すごいスポーツなんです。ありがとうございます。すいません、今身長が190センチの人を探してるんですけど。82センチ。惜しい、あと5センチ。ありがとうございました。ひろかちゃん、ひろかちゃん、ひろかちゃん、ひろかさん、おはよう。学生の LGT48
48期生の佐藤ひろかです。よろしくお願いします。身長何センチですか？154.5 並んでおく？うん、多分結構違うかもしれないね。もしかしてあれは、あの、あれ、もしかしてあの子は吉原メリーちゃんではないでしょうか？インタビューいいですか？すいません、今ちょっとこんなパネルがあるんですけど、特技とかスポーツ何がありますか？特技、みんなをメロメロにすることです。あ、みんなをメロメロにすること。あ、もっちゃん、え、もっちゃん、え、怖い怖い怖い、え、じゃあとりあえずメロメロにしておきますか。メロメロエリー、そうです。ありがとうございます、本当に。あ、ちなみに身長何センチですか？162センチ。はい、リポーターなんです。はい、そうですよね。身長何センチですか？166センチです。166、惜しい。あ、すいません、今インタビュー、身長が高い方探してインタビューしてるんですけど、身長何センチですか？私すいません、148センチです。おお、すごく高い、低い、高いかな。高いです。高いです。じゃあ身長高くて得したこととかありますか？そうですね、低くて可愛いとは言われます。おお、いいですね、可愛いですね。これ見つからないと終われないね、これね。やばいやばい、本当に NGT と会えることしか今分かってない。やばい。ありますか？いや、そんなことないです。そんなことはない。でもなんかすごい同じぐらいです。そうです。え、これも190ってことでいいですかね？よし、いや、ノーカント。ノーカント。190センチの人が見つかるまで終われない新潟駅でのインタビューで、一番高い人は190センチは絶対にあるオランダの方でした。おー、すごいですね。2番目の方は188センチで新潟県出身の方でした。ハンドボールでした。街頭インタビューではあんまり声をかけてもなんか素通り
ですかみたいなことが多いと聞いていたのですが、背の高い方はみんな優しくなんか答えてくださってすごく嬉しかったです。結論、背の高い人はとっても優しい。